はい、ライフナビゲーターの桑田和子です。5分で構造心理学。この動画では構造心理学のエッセンスを少しずつお伝えしていきます。今回は4つのポジショニングの中の BS バックサポートというポジションについてご説明します。では画面を共有します。はい、こちらですね。4つのポジショニングは4つのポジションに分けて、前面、後面、バックですね、トップとバック、それから、攻撃をする、アタック、まあ、成果を得るための行動をするところと、あとサポートをするというふうにこう、まあ、4つに分けているわけですね。こちらですね、この4つになります。まあ、順番にご説明をしてきました。今回はこの最後のバックサポートについてお話をします。はい、こちらですね。BS バックサポートは主にこう管理ですとか継続運営などの、まあ、システム管理だったりルーティンワークというようなものを扱っていきます。あとはそうですね、改善ですね。で、仕事で言うとですね、会社の中の事務とか経理、総務、それから家事なども、もうルーティンワークということでここに入ってきます。演劇で例えるならば裏方のスタッフ全般、TA が主人公、TS が相手役を含むその他の役者さんたち、そして BA が脚本家ですとか監督、演出家ということでした。そしてこの BS は裏方のスタッフ全般、まあ、スタッフはすごくたくさんいろんな種類がありますけれども、その全般ですね、というふうになります。まあ、仕事としては非常にこうなんか分かりやすいんじゃないかなと思うんですが、この BS の特質を持っている人ですね、性質を持っている人で、まあ、非常に素晴らしい BS の人というのは、決まった物事をより効率化して、より良いものに改善してスピードをアップする、正確にスピードをアップするということができます。スピードアップしても正確じゃなければ間違いが多いというのではダメですよね。必ず良い答えが出せるように、良い成果が出せるようにしっかりと改善をしていくというふうになります。仕事ですとそういったものですね、領収書の整理をしたりとか、年始のリストを作ったりとか、通帳に記帳していくとか、あとはまあ通常のお茶を出す、3時になったらお茶を出す、朝一番にお茶を出すとか、そういうのも、まあ、このもうルーティン作業として決まったことなので、この BS の仕事というかまあ業務に入ります。で、ちょっとこの、まあ、例えばチームの中の雰囲気を見て、あ、ちょっと上司のなんか機嫌が悪そうだな、イライラしてるなっていうところで、ちょっと空気を変えようとして、どうですかみたいな感じでお茶を出すっていうのは、人の相手の心を思ってでしたら TS 的なお茶出し、同じお茶出しでもやっぱりこう違うんですね。で、ここでちょっと一つお茶でも出しといた方が全体がうまく回るなみたいな感じの、まあそういう戦略的にやるのは BA っていうふうになります。はい、まあ、決まった仕事を決まったように正確にやるというのがこの BS の特徴になってきます。で、人の強みとか性質で言いますと、この BS が非常にできる方というのはですね、本当に同じことを繰り返すことに苦痛を感じないと言いますか、いつまでもデータ入力ができるとか、キャベツの千切りを高速で素早くもう綺麗にできるとか、あとはですね、お皿洗いの手際がいいとかね、家事の手際がいいとか、そうですね、誤字脱字を見つけるのがうまいとか、まあ、とにかくルーティンワークとしていろんなことをこうきちんとやっていけるということなんですね。ですからこの BS の力を磨いていくことによって、やはり土台がしっかりとしてきます。ですので、まあ、この4つのポジションの中で考えていくときに、ご自分がどこが強いか、特性として持っているのかというのを考えてですね、まあ、そこを伸ばしていけばいいんですけれども、お仕事とか考えたときには、
まずこの土台をしっかり作る、そして売上を上げるための営業をしていくというこの2つが非常に重要になってきます。はい、ご自分のポジションどこかな、知ってみたいなという方、4つのポジショニングについてもっと詳しく知りたいなという方は、ぜひセミナーを受けてください。はい、ではありがとうございます。